安ズマサは、東京都出身のプロジャン氏。血液型は、O 型。中央大学卒。日本プロマージャン連盟所属。2014年3月現在、同団体内での段位は5段。愛称は、学問の女神サラスバティ。大学卒業後、公立中学校の国語科教員になるが、マージャン教室の講師を目指すために退職。日本プロマージャン連盟の門を叩く。 2006年から NHK カルチャーなどの健康麻雀講師を務め、現在に至る。趣味は料理、ドライブカラオケ、音楽鑑賞、麻雀観戦、スポーツ観戦。アズマの歌唱力についてはたびたび話題に上り、皆に高く評価されている。特技はバドミントン、書道。バドミントンは中学時代に新人王に輝き、と大会ベスト16。 書道での画号は、綾織。全国書道で特選を受賞している。2013年度、第8期女流王家決勝に進出。第6.7期女流王家、魚谷由美、第9期プロクイーンは、ヒサ明、アキラ、第10期プロクイーン安田・マリナを相手に、門前高打点を武器に徹底的に攻める。最終搬送を前に一度は、枠津に、主位の座を明け渡すが、 オーラスに単品に抵抗の満画を上がり最逆転。悲願の初タイトルを獲得した。優勝直後のインタビューで、最後に、綺麗な手が来てくれました。麻雀をもっと好きになりました。と涙を必死にこらえながらコメントしている。続く2014年度、第9期でも、第8期と全く同じ相手となった3人を相手に、戦うが、途中、安田マリナに大量リードされる。 47.7ポイント差で迎えた最終半走。ナンバの親で連チャンし、持ち点は7万超え。決定戦最後の親番で劇的な大逆転。オーラスの安田の親では、役なしの難しい手を最速の手順で積もり上げ、2連覇を達成した。ありがとうございます。